私の仲間の印刷会社はユニフォームを営業してるんですね。それはたまたまユニフォーム会社の総合カタログを印刷をしてるわけです。そして彼はいろんな飲食店だとかホテルなんかにも出入りしてる工場にも出入りしてるわけですね。その時に総務の人と話をしてた時にユニフォームを新しくしたいと。 いう相談があった時に自分とこのお客さんであるユニフォームの会社に話をつないだわけですねそうするとユニフォームの会社は新規のお客さんが欲しいんだけど、えー、あっちこっちのところに営業に行くのは大変なわけですでも印刷会社はいろんなところに出入りしてるわけですその時に、えー、テナントっていうかお店が他、えー、店舗になった時には えー、統一感を持たせるためにユニフォームがいるんですね、えー、印刷会社がユニフォームを売るえー、って最初は思いましたでも、えー、印刷会社の、えー、一つの使命はお客様に代わってお客様の商品を売るというのがあるわけですから、えー、お客様が例えば、えー、ガスの、えー、器,具ガス器具のお客さんだったらそれをあー紹介する えー、そこでマージンをあそれを買って売るんではなくてそこを紹介して商談ができたらあそこの仕事は当然、えー、継続してもらえるだろうしまたもっと深い関係に出てくるのではないでしょうかとたまたま、えー、車のディーラーさんがお客さんだったら、えー、仲間の人が車を買い替えたい時にはあその購入者を紹介するってこともあるでしょう。 印刷会社の営業が印刷物を売るだけではなくてお客さんの商品を代わりに紹介をしてそこで商談が成立して入金があったらもっと深いお客様との関係が構築できるのではないかと思って事例をご紹介しました。